こんにちは。本日はスタババンクションくん。イエーイ。てか久々じゃない？結構久々。なんか両サイド緊張してるの伝わりますか皆さん。やっぱバレてた、ね、ちょっと姿勢良くない。今日はとある別のお仕事で一日密着が入ってるんですね、はい、でその密着があるので今皆さんには見えてないんですけど、このカメラの向こうに大人がいます。いやいや、緊張するでしょ普通に。しかも4人も。やばい、みんなこっち向いてる。しかも2台でも撮られてる。いやー、そこ来てるの。だからこのカメラ入れたら3カメで今撮られてるんだよ。そうだよ、だからいかにいつも通りやるか、そう、ね、見せるよ、プロが見せっていう部分も今日の動画の見どころ。確かに、確かに、ちょっと効果かかってるね、アップルの顔本当に動かないんで皆さん楽しみにしておいてくださいということで、はい、秋ですからね。もう新作ですかこれ。新作ですよ。焼き芋香ばしカラメルフラペチーノ。私はいつも通りココアのアイスブレベミルク、うん、ブレベブレベあ、ブレベミルク編。お、私はでかいね、そして次はこれベンティー。ベンティーベンティーにしたの。珍しくない？なんかえ、なんかこの後ちょっと仕事あるからこれ持っていこうかなみたいな。え、だる。でも分かる、なんかベンティー持ってる女って仕事できそう。でしょ、イメージある。だからちょっとベンティーのアイスティーのブラックにします。でも初めてのベンティーって全然減らないんでしょ。しかもそうなんだ。緊張して夜までもうタプタプ。どうぞ。ではせーの、チアーン。チアーン。いただきます。うん、スイーツ。え、混ぜた混ぜた。これ好きな人好きやで絶対。うわっ、うきったね。カスプついてるよ。なにこれ。ハブニュー。ハブニュー。あ、違う違う。やめて、ほんとに。もうやめて。シャンディーヨタもソーセージパイです。うん、うん、うん、うまい。パン、久々食ってたんです。美味しいね。うん、これさ、本当にさ、こっちのカメラの分さ、カットとかちゃんと、うちらの YouTube もみじん切りやん。確かに。みじん切りじゃないとマジシュールだよね。シュールだと思う。どれくらいでいっか。今の間とかね。今の間とか。でも見せたことない間だよね。間を全部切ってきたもん、今まで。わかる。この中にマイクもあるんですよ、実は。マイクも仕込んでるんですよ。そうだね。やばい、あちら芸能人ってこと。え？ありがとうございます。最近、向永が LA 行ってたの、ストーリーに載ってたの見たでしょ、うん、見た。そうで、ロサンゼルス、自分行ったわと思って、中2の時にホームステイしたの。ああ、2週間行ったんだけど、2週間そのホストファミリーの家に泊まるんですよ、うんうん、で、まあ昼間は学校とか行って、放課後とかはなんかみんなとちょっと遊んだりとか、ホストファミリーに観光スポット連れてってもらったりとかみたいな感じだったんだけど、そこのね、家に2週間もいればさ、さすがに仲良くなるじゃん、ファミリーとも、うん、パパ、ママ、息子が2人いたの、その家で。なんかある日パパとママお出かけ行って、そこのホストファミリーのね、でその男の子の弟の方だけが残ったのよ、うん、で弟の方は多分同い年ぐらい、うん、でその自分と家で2人になって、同い年ぐらいのアメリカ人の友達おったらめっちゃいいやんと思って、もう将来のこととかめっちゃ考えてるわけ、うん、その時海外とか住みたいとかだったからね。だから絶対仲良くなってやろう今日でとか思って、なんかその子の部屋があったんですよ。でも仮にケビン君としましょう、はいはい、ケビン君の部屋がありまして、はい、ケビン君の部屋を恐る恐るノックしたら、ベッドの上で、ね、iPad でなんか映画見てるわけ、うん、だからなんか英語でなんか遊ぼうよみたいな言ったの、うん、なんとかプレイなったらみたいな。かわいい、かわいいね、ゆうちゃん。そしたらなんか何みたいな顔されて、ホストファミリーの息子にすごい冷たくされたんですよ。だからパパママがそのノリノリだったんだ、迎え入れることに。多分そう、もしかしたらだけど、その子はめっちゃ内気な性格で、それを解消するために留学生ホームステイする子を受け入れてたんじゃないかとかもね、考えるぐらいには結構塩対応で、うんうん、あ、気まずごめんって言って戻ってドア閉めて、うちも深夜に電話来たことめっちゃ覚えてる。でしたよね、アメリカから。ホームステイ先でもなんか時差がすごくて、こっちは多分普通に昼間だけど、めっちゃ深夜で起こされてアメリカに来てますみたいな言ってたわ。ビデオ通話してたの難しい。かわいい。行きたいね。行きたい。絶対行こう。絶対行こう。うちらが解散するまでに最後の旅行、卒業旅行。40歳とかでもいいから。大丈夫、これ言うことによってロサンゼルス行ったよ PK。 あ、もうそろじゃん。やばい、やだ、寂しい、撤回で。でも分かる、なんか最後って感じしない？うん、なんか頑張った時のご褒美か。ね、ご褒美っていうか、うん、なんかそういう感じ。
に信じてほしい。お前嘘つくなよって言われたくない話を今からするね。怖い。タクシー乗ったんです、はい、でうち家からポッ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 って歩いてて乗って、若い男の人だったの、うん、若い男の人って珍しいじゃんタクシー運転手で、うん、確かに。なんかあ若い人だとか思ってたら、普通さ行き先とか車内の温度とか最初に一気にバッて聞くじゃん、うん、大体ね。でもなんかその人間を開けて聞いてくるのね。うちが思ったに頑張って話そうとしてる感、話題を作ろうとしてる感じがすごいして、今からお仕事ですかって聞かれて、はいそうですって言ったら、姉さんめちゃくちゃ可愛いですねって言われたの、これ本当ね、嘘じゃなくて、まず信じてほしいんだけど、もうありがとうございますみたいな。綺麗な人が乗ると緊張するわみたいなこと言って、なんかこれ口説かれてるみたいな、思ったんだけど、後部座席の上にライターあるじゃん、あれって前で操作できるじゃん、できるできる。なんかチカチカつけて、あスポットライトとか言って遊んでるの、これ何と思ってもうそろ着くって頃に、彼氏何人いるのって言われて、えすごいじゃん、何人って何って言ったの。言ったら、いや可愛いからいっぱいいるんじゃないかなと思ってって言われて、でうちそういうなんかナンパとかっていう時、マジいなくても彼氏いるって嘘つくのね、逃げれるじゃん、だから一人しかいないですって言ったの、たら、みたいな、俺3年付き合ってる彼女がいるんだけど遊びまくってるんだよねって言ってきたの。なんかうち浮気撲滅委員会として、はいはい、そういう人としてどうなのみたいなことをすごい自慢のように話してくれて、大っ嫌いなの、ね、だからマジで最低ですねって言って、言ったんだ本当に本当に最低ですねとか言って、その時はもうその目的について終わりました、もうこいつとは一生会いたくねえって思ってたんだけど、昨日のネイルの帰り廃車しました、同じ車なんですよ。これは信じれない。いや、スライドのあの廃車の見ていいよ、あの履歴。同じ車番一緒なんだ。車番一緒で、嘘って思ったんだけど、でもね、昨日すっぴんなんだわけ。あら。一言も喋ってない。一言も話しかけられません、スポットライトなし。スポットライトは当てられません。しかもないか、こいつやっぱそれで見分けてた、顔すぎ思ったんだけど、降りる時にお姉さんもしかして昨日乗せましたって言われて、あはいですよね、ちょっと機嫌悪いの受けるし、ちょっと不適されてる、話しかけんなよって思ってるはいって言うじゃん。なんか僕こんな2階のしたことないです、廃車で。あ始まったよ、なんか LINE 交換しますか、怖ーい。てかさ、ちなみにだけどイケメンなの？いや迷う時点でイケメンや、いやなんか遊んでそうな顔、あまあイケメンじゃん、超ドストライクゾーンにはいないけど、そういう遊びをしてきたんだろうなみたいな顔、もう丁重にお断りして。でもそれ多分通報してたらマジ余裕で摘発してくれると思う。そうだよね、ちょっと迷ったんだよタクシー会社に。でも機嫌良かったからしなかったって。良かったってどういうこと？ちょっと嬉しかった、ちょっと嬉しかったな。いやもう動画のネタにできた、あーそうだしね、あんまりさないから生きてて、こんなこと、ね、いいなそんなイケメンな、一緒にいてもさナンパされんのこっちなの、いやそんなことなくない？いやあのうち結構おじさん受けよくて、うちは本当に若いお兄さん受けがいいの。アポのおじ受けと言いましたらもうすごいですからねすいません街で誰にも何もない人はっていうのをこんだけの取材があるっていうのを知っていて用意した話がこれっていうことは、使わないと思うじゃん使わないですということは自分がナンパされて可愛いっていうのももう絶対使わないでくださいね編集そんなかなちょっと奥ついてんじゃねえかお前絶対使わないでくださいいやタクシーでナンパされることで相当ないから、それでもないよ、初めてだよ、普通に自慢になる、やばいみたいけど、しかも面白い自慢だから不快じゃない、あ、ほんと？よくなった、え、信じない？ほら、信じれないでしょ、なんか信じれないけど、最後の辺持ってるから、2回目あったっていうのだから、2回目まで行かないからちょっと、いや、証拠見せたい、いい見せたい、いや、もう大丈夫です、そう、ね、見てよ、2回はやばいし、覚えられてんの、すごい、事件多いよね、やっぱ日頃使う乗り物だから、びっくりした、この間この間あえてこの動画とか使ってみる、この間、あ、いいんじゃない、いいんじゃない、確かに次の話題に行くまでの間、ま、そうで、うちから早く話せっていう圧なんかあるそう、なんかある
じゃあなんかこの二人だって、いや違う、話して、じゃあ先喋らせて、喋り、先喋りたい、いいよ、じゃあ先、え、うちらまず二人の意見を言うんだけど、あのうちらが全然賛同してないけど言います、言います、言います、もういいですか、例えばって、どうぞ。ゆうぴが聞く気がない時に話した時のうちらの話題って10秒で終わるんですよ。だから彼がなんかないって聞かれた時にはもう待ってましたと言わんばかり喋りますし、あなたが聞いてない時のこちらの話題に関してはあなたはスルーするので、いや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 、話しません。いや自分的には何もこう聞き出せなくても話し始めてほしいのに、聞かないと言わないからこの間が生まれてるでしょっていう話。生放送だったら放送事故だよ。間が生まれることはいいんですよ。よくない、お前の話を聞かないのが悪い。いやいやいや、聞いてるからマジで。いやいやいや、確かに、あの、じゃあそれは話題が弱すぎたんじゃない。お前らのなるほどね、なるほどね、まあまあまあっていうのを踏まえてどう。もう何も言うことないで、なんかないの。え、幸せになってるんですよ、私は。終着点のない話していい？だからどうにか作ってほしいんだけど、昨日ね、芝公園っていうところに行ったわけ。東京タワーの、そう、東京タワーがもう目の前にあって、もうパリ、うん、パリみたいな、日本のパリ、そう、東京タワーがエッフェル塔みたいな、で東京のパリってやってるんだけど、そこに行ったらもうそこにいる空間全員が幸せなの。カップルがね、3っていうこんぐらい大きい風船持ってたりとかするわけじゃん。私今世界一幸せだと思って昨日で、え、お、終わり？え、違う違う、じゃないよね、違う違う違う、ねえねえ、で、幸せだなって思った時に涙が出てきたの。え、すごいじゃん、うるうると、うん、普段こんなに幸せじゃないのかなとか思ったりして、それにも涙が出てきたわけ。え、それはさ、その芝生とかがあるの？そう、芝があって、まあ、ワンコもいて、みんな寝転んだりしてる人もいればみたいな。そう、バドミントンしてるし、もういろんなとこに人がいるわけ。あまりにも幸せだったわけ。アポとかってでもさ、幸せ涙出る人だよね。めっちゃ幸せで涙出るのよ。もうカッパとか旅行行くときも幸せ幸せって言ってるけど、っていう執着点のない話。執着点はないけど。え、でもアポは本当に外に出た方がいいと思う。いや、そうだと思う。なんか家で寝どり引きこもりが好きって言うけど、結局幸せを感じれてるのって外じゃん、毎回。そういうこと。だし、見る映画とかもやっぱそのネガなやつじゃん、結構事件とかさ、スリラー、事件、ホラー、サスペンス、そのせいだよね。だから心が曇ってんのかな、家にいると。うん、もっと外に出た方がいいよ。え、動画でいっぱい外行こう、これから旅行。巻き込まれてる話になってきてるけど、それに関してはうちの誕生日も、もう盛大に楽しい場所に連れてってください。まあ確かに、その芝公園以上に楽しい場所に。ラクダとか乗る？じゃあ鳥取砂丘で、ね、鳥取に行く。泣けるかな、鳥取砂丘のラクダ乗って。泣けないかも、それは。本当に？じゃあちょっと中止。中止ね。なんかいいよね、あのやっぱ昼間のさ、公園とかでさ、人が遊んでるのとかさ、みんなそれぞれの時を過ごしてるのに、そこだけでめっちゃ幸せに遊んでるってことでしょ。うん、そうだよ。だってあそこでさ、いいね、なんかネガティブな話してる人多分いないよね。いない、いない、みんな笑顔。なんか病んでる方いたら公園行ってほしい。うん、めっちゃ元気になると思います。うんうん、まだね、ちょっとやりたかった、話したかった話があったんですけど、またそれは次回、次回よろしくさせていただきます。ということで、今日はこの辺でお別れしたいと思いまーす。アップルちゃん、もっとアウトドアになって楽しんでねと思った方は高評価。カッパちゃん、タクシー運転手勘違い物語書籍化お願いしますと思った方は高評価。その脚本ユーピーマンが書けばと思った方も高評価お願いします。じゃあみんな、またね。バイバーイ。